皆さんこんにちは。行政書士合格の取説、野端のズバッと重要論点ポイント解説講座第5回目を行います。よろしくお願いします。はい、ということで5回目が民法ですね。民法の最終回という形になります。民法の1回目で相続、2回目で物件、そして3回目が債権ということになります。債権は皆さんも当然ご存知の通り改正かかっているところで、まあ、範囲が広いですね。で、その中で、まあ、30分程度という限られた時間で何をお話しできるかということを考えたとき、やはり基本は売買契約です。売買契約を基本として、今日はね、危険負担ですとか、同時履行の抗弁権ですとか、解除ですとか、さらには、契約不適合責任、そのあたりを一気にまとめていきますので、頑張ってついてきてください。はい。で、今回テキストで言うと、167ページの、まあ、危険負担あたりから見ていきますが、今回はね、いろいろ考えていただきたいので、あらかじめこちらで、なんかクエスチョンですね、質問用意しました。で、そこからずっと紐づけていくので、まあ、テキストに書き込みもするんですけども、まあ、紙をもともと用意していただいて、紙にいろいろ書き取っていただきながら、話を聞いていくという形にしてください。一応167の危険負担から話をしていきますが、はい。危険負担自体は、これ C ランクとしてます。過去は10年以上室内がないところにはなるんですけれども、ただ民法改正でここも変わっているところで、売買契約と絡んでくるところですから、この機会に皆さんしっかり学んでいただきたいと思います。はい。で、よし。まず、この問いについて皆さん少し考えてみてください。建物の売買契約をしました。成立後、引き渡し前に、落雷で建物が滅失してしまった。なくなっちゃった。この場合、どうしますか？はい。まあ、先ほどね、危険負担から始めますって言ってるので、あ、これ危険負担かなっていうところではあるんですけども、確かにこのケース、危険負担です。ただ、危険負担として処理をして、どういう結果が生まれるのか分かりますか？はい。って考えていただいた方から、下の方を写すので、確認していきましょう。一旦引いとくと、これぐらい書き込みますね。はい。これぐらい書き込みますので、ちょっとスペースを取りながらね。で、拡大しながら話をしていくので、よいしょ。まず上からいきます。はい。まず、お互いに悪くない。落雷ですから、売った方も買った方も悪くないから、この状況で家が燃えちゃった場合、はい。危険負担の問題。まず危険負担というものを使っていくんだってことを考えてください。で、1番のところと絡めていきますが、まあ、イラストわかりますね。A が売買契約で建物を売った。B が買った。落雷で燃えたね。で、丸一番なんですが、まず、まあ、債権者と書いてますが、買い主 B ね。で、当然これ家燃えちゃってますから、建物ちょうだいよ、なんていうことはもう言えなくなりますね。ここでなくなってますから、建物くださいよが言えないよ。まあ、履行不能です。で、売った A も悪くないので、損害賠償請求ってできないですよね。損害賠償は、売り主の奇跡自由がある場合だから、これは損害賠償請求もできないぞです。はい。まず1番いいでしょうか。で、次に考えていただきたいのは、買った側からすれば自分の建物の引き渡しの権利が消えた。ですけど、はい。売った側の代金支払い請求権って、これ残るか消えるかというと、はい。これしっかり押さえましょうね。代金支払い請求権は残る、まあ、すなわち消えないと。いう形で消えません。ということは、A から B に代金よこせって言えちゃうんですよ。言えちゃうの。まず言えないと思ったら間違い。言えるの。でも、皆さんが買った B だったらどう？なんで建物が手に入らないのに、これ、代金払うんだってなるじゃないですか。
それが普通ですよね。はい。ですから、この危険負担のお効果として、買った B が言えるのは、代金払いたくないと。代金払いたくないと。これです。2番に戻ると、まず自分の代金払う義務は消えません。だから代金払いという請求が売った人から来ますけど拒むことができる。これが危険負担です。代金は消えない。だけど拒むことができる。これが危険負担です。うん。で、そこでまあ終わってしまってもいいんですけど、気持ち悪いですね。はい。非常に気持ち悪いです。契約残ってるんですよ。代金の請求権残りっぱですから、確かにね、代金払えって A が言ってきても嫌だねって言えるんですけど、気持ち悪いですね。もうこの関係から抜けたいじゃないですか。はい。契約をなかったことにしないとこの関係性なくならないんで、はい。契約をなかったことにするには、はい。皆さんも勉強していると思います。契約の解除ですね。契約の解除です。はい。で、契約の解除をするときに、売った方のね、奇跡自由っていりませんから、この場面でも、買った B は契約の解除ができますよね。で、契約を解除すれば、B は代金債務から解放されます。まあ、晴れて関係性が消えるということです。はい。なので、ある意味、契約を解除しない限りは、代金債権債務残り続けているということです。うん。なので、イメージこうです。契約の解除って、テキスト見るとそんなに難しくなさそうですけども、結構時間とかかかるんですよ。書面作ったりとかね。なので、どうしても履行不能のところから、契約の解除って時間がかかるので、その期間内に代金払いって言われると困るから、その期間中は危険負担で拒むことができる。準備さえ整っちゃったら、契約の解除をして、債権債務を消して、そこでおしまいと。いう形ね。なので、危険負担が使われないケースも中にはありますよね。もうすぐに履行不能状態から契約の解除の意思表示ができるんだったら、危険負担って概念は使わないですね。はい。とにかく、この話が上のところでね、クエスチョンと挙げましたけども、契約成立した後、引き渡し前に落雷で建物が消えちゃった場合の処理です。はい。よろしいでしょうか。じゃあ、もう一つ皆さんには、問題を考えてもらいましょうか。はい。さあ、クエスチョン2。まあ、先ほどの事例 Q1 において、建物面積について、債務者 A、まあ、売り主の A ね、に、奇跡自由がある場合はどうですか？同じ事例で、だけど、売った方に、悪い状況があって、家が燃えちゃった。だったらどうでしょうか？って考えてください。はい。じゃあ行きましょう。これも結構書き込みあるので、このぐらい書きますよ。はい。このぐらい書くことを想定して、置いてください。上から拡大していきます。はい。まず、今回、売った方、債務者が悪いので、債務不履行の問題となります。債務不履行の問題となります。うん。で、債務不履行の問題というのは何かというと、はい。下の丸一番を見ておきましょうか。先ほどと共通しているのは、建物は渡せなくなっているので、買った B は売った A に対して、当然これ、よこせということは言えませんね。消えてますから。だけど、売り主側の奇跡自由なので、はい。債務不履行に基づく損害賠償請求はできますね。債務不履行による損害賠償請求はできます。はい。ここまではみんなわかると思うんですよ。ああ、奇跡自由あるんだから、ああ、B から A に損害賠償かってのはわかると思うんです。でね、この後考えていただきたいのは、よいしょ。まあ、建物の引き渡しは消えています。で、代金支払いは、これ。先ほどの理屈からいくと、
これも契約の解除をするまで消えないんですよ。消えない。うん。ここまでは危険負担と同じ形ね。で、今回、買った方の債権って、建物引き渡し以外にもう一個あるんです。はい。それは、ごめんなさい。損害賠償請求権。まあ、建物をちょうだいと言えなくなった代わりに、損害賠償しろって言えると、まあ、そういう形に変わったんだぐらいの感覚を持つ。となると、A が B に代金払え、B 以外に損害賠償金払え、お互いにこう権利義務が発生してます。で、お金お金ですよね。はい。そこで何考えます？皆さんが B だったら、A が B に代金払えって言ってきた。皆さんに代金払えと言ってきた。皆さんは？いやいやと、あなたね、損害賠償金あるんだから、まあ、損害賠償払ってくれたら、私も代金払いますよ。っていう主張をするんですよね。はい。なので、代金払いたくないって拒むこと自体は、危険負担のケースと変わりませんけども、今回は、同時履行を使って拒むと。はい。買った B の代金の義務と、訴えの賠償の義務は同時履行関係ですよと。ですから、買った B は、今回、同時履行の抗弁権という形で支払いを拒絶できます。お互いに債務があるから、同時履行の抗弁権という形で拒絶ができる。一瞬1ページ戻しますが、戻したところは、ほら、まあ、危険負担という形で、代金支払い請求しか残ってない状態ですけど、これを拒むことができるって話。今回は、お互いに、債権債務があるということを前提に、同時履行の抗弁権使って拒むという形なんですね。まあでも、皆さんからしたら、これ、代金払いたくないですよね、そもそも。代金払いたくなければ、これは契約の解除をします。はい。代金払いたくない。損害賠償請求だけしたければ、やはり最後は解除しなければいけません。はい。さあ、債権者 B は契約の解除ができますよ。そうすれば B は代金債務から解放されるということになります。はい。なので、どうですか？同じ家が燃えちゃったケースで、先ほどの一番に関しては、落雷という形でお互い悪くないんだということ。で、今回の2の方は債務者が悪いんだって話。ここで違いが出てきますよね。一般の受験生はおそらく、まあ損害賠償請求できるかどうかの違いだというふうに思ってるかもしれませんが、細かいところが違うんですよ。うん。まあ正直このレベルのものが出ると結構受験生混乱するので解けない可能性も高いですけど、まあ、記述とかで出ちゃうとね、結構差がつきますから、これを聞いてくださった皆さんは、こういった形式には、しっかり対応できるようにしていただきたいと思います。で、今の話を、まとめたものがありますので、まあ、皆さんどこに書いてもらってもいいです。僕は例えばね、今日契約の解除もお話をしたので、はい、その下のところにね、こうつけておきました。皆さんはどこに書いてもらっても構いません。はい。先ほどの問題2つの、こう、まとめをここでしています。よろしいでしょうか。はい。タイトル、危険負担と解除となってますけども、まあ、債務不履行も含めてここに書かせてもらっています。いい？契約を成立させました。家買いました。家が燃えてなくなりました。それが、お互い悪くないぞ。というときは、危険負担使って、買い主は代金支払いを拒絶してください。そして、解除の準備をしていき、最終的に解除をして、この関係性から逃れてください。履行不能原因が、売った方に責任がある。まあ、債務者に責任がある。ということであれば、建物ちょうだいねの権利は消えますが、
代わりに損害賠償請求権が発生します。で、この損害賠償請求権と相手が持っている代金支払い請求権、これを同時履行という形で拒むと。はい。で、拒みながら準備をしていき、契約の解除をして晴れて、ここから逃れると。はい、いう形ですね。はい、これ整理できるといいかなというふうに思います。はい。で、今回はここだけにとどまらず、もう一問用意しました。はい、出血大サービス、もう一問ご用意しました。写しておきましょうね。はい、問題の3です。さあ、見てください。契約を結んだ後、売り主が建物を引き渡した後に落雷で建物が密室してしまった。この場合どうですか？すごく似てますよね。クエスチョン1とめちゃくちゃ似てるので、見比べていただきたいんですが、違うのは何か？はい。クエスチョン1は、契約成立した後、引き渡し前に建物滅失です。引き渡し前に滅失。買い主がもらう前に滅失。今回は、売り主が建物を引き渡した後に落雷で滅失。はい。契約は成立していることは共通。引き渡す前か後かで何か変わりますか？と考えていただいて、解説見ていきましょうか。はい。さあ、こちらです。さあ、これちょっとわかりにくいかもしれません。そもそも論の話からしましょうか。今解説移したところですが、そもそも論ね、お話をしていきたいと思います。取説のテキストを開いてみましょうか。テキストの175ページを開いていただくと、はい。契約不適合責任ってありますね。契約不適合責任ってありますね。はい。ここが今回絡んできます。うん。まあ、具体的には171でいいかな。はい。これも建物売買契約なんていうことを想定してますけども、うん。契約をしました。建物を A が売りました。B が買いました。で、建物がちゃんと引き渡された後に、まあ、雨漏りってものに気づいたと。欠陥があることに気づいた。で、その時に買った B というのは契約の内容と合ってないじゃないかと。当然これ、売買契約からすると、ちゃんとした家を売るって契約ですからね。雨漏りがするということだったら、これを正しい状態に直してほしいと。ということで、契約不適合責任っていうのを追求できますよね。まあ、担保責任とも言います。はい。まあ、例えばですけども、追加請求、雨漏り直してくれですとか、直してくれなかったら代金の減額請求とかね。でまあ、それでもうまくいかなかったら、契約の解除で、ここから逃れるとか、もしくは損害賠償するとか、まあ、いろんなケースがありますよね。はい。この契約内容不適合と言います。で、書いておくと、これって今お話しした中にありましたが、使うタイミングって、契約の契約成立後、引き渡し失礼しました。引き渡し前ね。はい。この状況ですよ。契約成立後、引き渡し、よいしょ。前ね。あ、5です。はい、5でした。疲れてますね。引き渡し後です。はい。契約も成立して、引き渡した後です。で、引き渡してもらったものを見た結果、欠陥が発生していました。だから直してくれ、みたいな形ですね。うん。
まずこれが契約不適合責任です。で、今回はこれが前提になります。で、先ほどの例を確認しておきますが、はい、クエスチョン3ですね。うん、でこのケース、まあ、建物を引き渡した後に、建物を滅失になります。引き渡し後なんだから、基本的には契約不適合責任だと思うんですよ。はい。ね。契約不適合責任だと思うんです。うん。ですけど、はい。この場合、買った人は本来言えるはずの契約不適合責任、まあ、追加請求とか、代金減額請求とか、損害賠償請求とか、解除することができない。さらに、代金をまだ払ってなかったら、代金支払いも拒むことができないというふうに言われています。はい。これ書いておくと、危険の移転です。はい。危険の移転です。契約して引き渡し前に家が燃えちゃった。それがお互い悪くなかったら危険負担で、ある意味、売り主が不利益な状況なんですよね。代金請求しても B が払ってくれない状態ですから。いつまで売り主の方にリスクを負わせるのかっていうと、契約して引き渡すまでなんですよ。引き渡したら、A が B に建物を渡したら、リスクが B に移転します。はい。引き渡しもあった後に家が落雷で燃えちゃったケースだったりすると、もうその時点で B が自分で買ったもんだから、その後に起こった落雷みたいなことは A は責任を負いませんという形なんですよね。まあ、このケースで A の立場になったら、それはかわいそうですよね。やることやってるんですよ。はい。やることやってるのに、後で家がね、落雷で燃えたから、じゃあ、直してくださいとかね。これはかわいそうなわけです。はい。ですから、本来なら、契約成立後、引き渡した後であるとすると、契約不適合責任が考えられますが、この後に落雷で燃えちゃったりすると、危険が移転するので、まあ、B としては契約不適合責任が言えないということになっていきます。はい。で、これをね、まとめたものをつけといたので、確認しましょうか。取説の170ページね、この下あたりに私はまとめをつけておきました。皆さんどこで書いてもらってもいいですけども、ちょっとまた止めたりとかして書き取ってみてください。さあ、まとめていきましょう。まず、契約不適合責任、通常パターンとあります。売買契約成立しました。引き渡しも受けました。ただ、欠陥がありました。はい。そこについて、買った人からすれば、まあ、追加請求、代金減額請求、損害賠償請求、解除ができます。うん。まあ、ここでいう損害賠償と解除は、売買契約だからではなくて、債務不履行だから一般的にできるものですよね。なので、契約不適合責任特有な話で言うと、やはり追加請求と代金減額請求です。で、原則が追加請求だということは理解しておいてください。追加請求をして、追加をしてくれない場合に初めて代金減額請求ですとか、そもそも追加請求できない場合に代金減額請求という順番が決まっていたりしますので、この辺も確認してくださいね。一応、条文なんかを見ると、それが分かりやすいんですけど、例えば、はい、562条、買い主追加請求とあります。うん、そうね。まあ、引き渡された目的物が、はい、引き渡された目的物が、種類、品質、数量に関して契約内容に適合しないものであるときは、買い主は売り主に対して、目的物の収保、代替物の引き渡し、
または不足分の引き渡しによる履行の追加を請求することができる。はい。とありますね。大事な部分だけに絞ってますが。で、563条を見ると、結局、追加を請求するんだけど、一定期間内に追加がないとき、初めて代金減額請求することができるって規定になっているので、先ほど言った通り、追加請求が基本で、それがされない、できない場合に代金減額という形になっていきます。うん。条文って見ていくとね、そういったものも明らかになってきます。はい。じゃあ戻りますね。次、契約不適合責任。まあ、契約結んだよ。引き渡した後の話で、危険の移転バージョンです。はい、契約を成立しました。引き渡しがありました。その後に建物がお互い悪くない理由で滅失しました。という時に、危険が債権者買った方に移転するので、まあ、引き渡し後に言えるはずの不適合責任は何も言えないぞ、ということになっていきます。これも条文があるので確認をしておきましょう。567条です。はい。さあ、行きましょう。売り主が買い主に目的物を引き渡した場合に、ね、やはり引き渡した場合において、引き渡しがあった時以後にその目的物が当事者双方の責めに帰することができない事由によって滅失し、または損傷した時、買い主はその滅失、または損傷理由として、履行の追加請求、代金の減額請求、損害賠償の請求、及び契約の解除をすることができない。極めつけに代金支払いを拒むこともできないぞということで、まあ、危険が移転するので、すべて買った側、債権者の方に、まあ、危険を負わせているという形になります。売り主の保護ですね。はい。ということなんですよ。まあ、ただ、このあたりの話だと、じゃあね、こういった危険の移転のところで、建物滅失で債務者売った方が悪い場合とか、債権者買った方が悪い場合っていうのも気にはなると思うんですけども、まあ、そこはあまり気にしない方がいいですよ。はい。おそらく試験出るのは今の条文通りなので、それ以外のことはあんまり考えなくてもいいです。変にいろいろ考えすぎてもわからなくなるので、基本のところをしっかり分かっておけば大丈夫というふうに、理解しておいてください。はい。なので、今日最後にもう一度お話をしておきますと、今日3パターン皆さんには問題を提示しました。はい。一つ目が、契約しましたよ。引き渡し前に落雷で滅失したバージョンの処理方法。で、同じように契約成立後、引き渡し前に、建物が滅失しましたが、債務者売った方が悪いバージョン。どう処理するか。そして、契約成立しました。建物も引き渡しました。落雷で滅失しました。の処理方法。ね。3パターンお話をしたので、ここをしっかり復習してください。うん。で、私ツイッターやってまして、こう、いろいろ見てると、この動画をね、視聴してくださった方が感想を書いてくださってるんですね。で、毎回濃密ですねって書いてあって、確かにそうですね。まあ、講義30分ですけども、これちゃんと復習しようとしたら、1時間とか2時間平気でかかっちゃいますよね。まあ、でもそれぐらい時間かけてもいいような内容に絞ってお話をしているので、しっかりここを仕上げていただいて、合格勝ち取っていただければと思います。はい。では第5回目が以上ということになりまして、次回6回目からが行政法ということになります。引き続きね、よろしくお願いします。お疲れ様でした。